汚れし霊を持つ者よ、ゼレーニンを倒し我々の前に立つか。目的は何だ。よもや我々の命とは言うまいな。そのまさかだぜ、ペテン師どもの親玉。なんと愚かなることよ。わずかな力を手に入れ図に乗ったか。我らの作る美しい霊たちが賛美を奏でる世界に悪魔はいらぬ。ゆえに貴様らに与えるものはただ一つ。臭い奴に地上は渡せないんでな。お前を倒して約束を果たさせてもらうぜ。歓喜せよ、そして賛美せよ。私こそ真にこの星を滑るべき存在、神霊シェキナーぞ。示す。お前の全ての法上をもって私を回復させよ。待ってくださいませ。それでは私は死んでしまいます。お前は死ぬのではない、私の法の一部となるのだ。私の新たな姿。
切り直しだ、姫です。そして人間よ、フォローしろ。集中攻撃、歓喜よ。戦局を変える。召喚、
申し訳ございません。フォローしろ。Thank you.
みかけろ。歓喜よ。バカな。なぜ人間にここまでの力が。いや、私は神、私は神霊シェキナー。この星に新たな法を敷くのは私だ。どうかしら。戦局を変える。死を恐れるな。どうかしら。フォローしろ。突撃。神の裁きを。Thank you.
勝利をこの手に。戦局を変える。天使の親玉もあっけないもんだな。これがこいつの宇宙卵か。こいつがあればできるんだな、あいつと約束した世界が。さあ行こうぜ、バニシングポイントに。人間と悪魔の世界を作るんだ。さーて到着だ。いよいよバニシングポイントは地獄の大門となる。
だがそいつはセメクへの入り口じゃない。人間の可能性を解放するもんだ。ここから悪魔と人間の美しい世界が築けるんだ。思い出さねえか。シュバルツバースの謎を解くための調査隊だった俺たちだが、見つけたのはもっと輝かしい悪魔と人間の絆だ。お前にはまだ見えないか。デモニカに身を包んでるんじゃそうだろうな。俺には見えるぜ。この巨大な門の向こうに悪魔と人間の自由と可能性が鼓動する幸福な世界が。よし、解き放つんだ、シュバルツバースの力を。
新しく生まれてくる世界はこの上なく美しい世界だ。悪魔たちに浄化され一度は死に瀕した地球がその力を取り戻す。老い汚れた霊の人間を生産し本当の自由と希望が帰ってくるだろうぜ。その世界で人間は真の自由を手に入れる。何かを作るのか、力で奪うのか、壊すのか、他者と群れるのか、その中で新しいルールを作ったっていい。それが自由だ。ただそこでは悪魔たちは次々と神々の姿を取り戻すだろうな。彼らが神々に戻るたび俺たちの地球は力を取り戻す。その悪魔とどうやってつながりを持つのか、俺は何も強制しない。自由の中にあるはずだ。あいつが過去に求めた可能性が。さあ、始めるぜ。